あれなんで私ここにいるんだっけ。動画冒頭何しに来たか忘れるスタイル。あ、そうだった、今回ネザーだったってことで、皆さんこんにちは、こんばんは、ビワマスです。ビワマスが味を占めたらしく、前回と続けて登場したマリサさんが今回も登場だぜ。して今回ネザーで何するんだ。みんな大好き岩盤抜けですってことで早速やっていきますよ。ネザーゲートへの扉オープン。こっちもオープン。そういやこの建物で思い出したが、ラボの話って立ち消えになったのか。いえ、襲撃者トラップのイメージができてないのでまだ手をつけてないだけです。でもそろそろ本格的に必要なので、次の動画はラボにしようかなって。ちゃっちゃと編集しろよ。了解しました、ボス。誰がボスだ。いつものネザー要塞への道中に天まで続く階段を作っておきました。天国への階段だったらネザー水晶使った方が見栄え良くないか。ネザー水晶の備蓄。あ、はぁ、はぁ、やっとゴールが見えてきました。ネザー用のエレベーターが欲しくなってくるな。そうですね、ゾンビピグリントラップの待機所までの道にはエレベーターが欲しいかもですね。ってことで到着。早速ゾンビピグリンさんが湧いてますね。今回向かうのどっちだっけ。それぐらい把握しておけよ。あ、思い出しました、このソウルサンドの方向ですね。はい、向こうに見えるはしごが今回の目的地です。ここから岩盤抜けをするのか。そうですそうです。ってことで早速エンダーパールセット。うっかり2個同時に使ってしまわないようにスロットを開けておきます。あれ、エンダーパールってクールタイムあるから何個も一気に投げられなかったと思うんだけど。そうなんですけど、この時の私そのこと忘れてまして。編集中に気づいたってやつか。編集中に気づいたってやつです。おお、なんと1発で岩盤にめり込むことに成功しました。大成功です。それでは早速岩盤の上にネザーゲート作りましょうか。たばっかりなのにもう帰るのか。出口の位置を把握しておきたいんです。あと何度もエンダーパール使わなくても行き来できるようにしたいっていうのもあります。ネザーゲート完成。おめっとさん、ありがとさん。ってことで早速乗り込んでいきましょうか。どこに出てくるか楽しみだな。レアバイオーム希望。そんな都合よく行くわけないだろ。どこですかここって。ここ食料案内所の屋根かみたいですね。言っておきますけど狙ったわけじゃないですよ。狙ってないのに利便性のいい場所を聞く、これが本当の実況者力。寝言は寝てから言ってください。ちょっとフライ調子に乗ったっていいじゃないですか。ってことでネザーの岩盤抜け完了。今日の動画はここまでって思ったんですけどちょっとしたハプニングがあったので、それも収録しちゃいました。はい、ということで道に迷ってたら偶然たどり着いた沈没船です。道に迷ってそんなものに出くわすことってある。ああ、ゴーレムトラップのすぐ近くにあって無視してたやつなんです。進む方向間違えちゃってたどり着いたので、ついでに攻略していきます。覇王のナーカミーはナーアンダーロナー宝の地図。よかったな、これでコンジットが作れるんだぜ。作りません。作らないのか。海底神殿のブロックが必要だから、作ってる暇があったら攻略した方が早いです。でおー、すぐ近く、ゴーレムトラップのそば、よかったな。陸に上がったらスケさんたちのリンチに会いました。ほんと、勘弁してください。地図に示された場所を掘っています。多分この辺にあると思うんですけどね。あ、今回裏作業の途中で急遽録画回してるので、装備がバブダイヤツールです。さっさと紛らわしい装備は使い切ってどうぞ。簡単に言いますけど、ダイヤ剣とか耐久力が凄まじい上に使うシーンがあんまりないんですよ。まあそんなことは置いておいて、海洋の心ゲット。あと新品の鉄の剣ですね。使い道はないかな。ネザライト剣を作るまでのつなぎとしてなら活躍できるかも。で、裏作業してきました。ゾンビピグリントラップが完成したんだぜ。さあ、完成したトラップをご覧ください。はい、普通のトラップですね。亀の卵では奇想に湧いたゾンビピグリンさんたちが誘引されて処理される仕掛けです。で、手前にあるのは何なんだ。エレベーターです。いやー、そういえばネザーでは水って蒸発しちゃうんですね。忘れてました。道理でいびつな形のエレベーターなわけだ。で、急遽古き良きボート式エレベーターに改築したんですが、これがまた意外と早いんですよね。ほら、もう建築限界高度までたどり着いちゃいました。ということで、最後まで見てくれた方、ありがとうございます。チャンネル登録者さん、ありがとうございます。コメント欄にいろいろ書き込んでくれるみんな、いつもありがとうなんだぜ。よければチャンネル登録や高評価、していっていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ちゃっちゃと襲撃者トラップ作ってどうぞ。